どうも皆さんこんにちは。ポケマゼの1分クッキング。今回は特訓タルト作りです。あらかじめ申し上げておきますが、このイベントの報酬の中心が経験値をたくさんもらえるタルトです。そのため、すでにレベル上げ、育成が済んでいる方や、1分クッキングのうまいテクニックを求めている方向けの動画にはなっておりません。どちらかというと、新規さんや経験値をもらえるタルトが欲しい方向けの動画となりますので、その点ご注意の上ご覧いただきますようお願いいたします。あとはその関係もあって、私が普段プレイしているメイン機のポケマゼではなくて、育成不十分のサブ機の方を使って解説していきたいと思います。では行きましょう。今回のイベントでもらえる報酬はご覧の通りです。特に経験値に関しては11万6000相当もらえますので、レベル上げが進んでいない方からすると非常に美味しいイベントになってます。また普段のおもてなしイベントとかの1分クッキングと比べて必要ポイント数がかなり少なめになっていることと、難易度がかなり優しめになっていますので、新規さんにも非常におすすめです。このイベントで目標スコアに到達した際にもらえるポイントについてです。並盛りが30、大盛りが45、特盛りが90です。そのためポイント数たくさん稼ぎたい方は特盛りがおすすめ。もし特盛りがどうしてもクリアできないという方や、めんどくさい方や無限スタミナを使っている方に関しては、並盛りや大盛りがおすすめです。あと今回は全ての料理カテゴリーが得意ギミックとして使えますので、料理カテゴリーの制限はありません。得意ギミックをカバーしていればどのポケモンでも大丈夫です。では波盛りからいきましょうか。ポケモンセッティングしていきますね。はい、こんな感じで通常来店ポケモンのみで編成を組みました。ピクルスとマシュマロに関しては開いていれば得意ギミックでなくとも消すことができますし、角砂糖も3回隣接させれば得意ギミックでなくとも消すことができますので、かぼちゃだけは注意ですね。はい、ではこれやってみましょう。目標スコアは80万ですね。はい、最初は角砂糖です。イーブイですね。はい、ちょっとゆっくりめに行きますね。イーブイでしっかり角砂糖を隣接、得意ギミックで消してあげて、で次がマシュマロですが、今回マシュマロ得意ギミックでは入れていませんので、普通にもうどのポケモンでもいいんで消していきます。で閉じてる間は消せませんので、一旦他のポケモンで時間を稼いで、でここは角砂糖とピクルスですね。でピクルスはマイナーが得意ギミックなんで、閉じていっても消すことはできます。であとは角砂糖ですね。いっぺんにマッチングさせなくてもチビチビでも全然 OK です。はい、今73万です。はい、では角砂糖を3個消しちゃいましょうか。こんな感じで、はい、これで波盛りは80万超えましたんでクリアですね。特にフィーバーに行かなくても80万はそこまで時間をかけずにいけると思います。はい、でこれで、はい、80万超えて、で各ポケモン経験値120ずつもらえます。これも結構美味しいですよね。4匹合わせて480です。で初回クリア時に限り金のどんぐり100もらえます。でもらえるポイントが最初に申し上げた通り30ポイントですね。タルト M5 個ゲット。次は大盛りいきます。並盛りに加えて蜂蜜がギミックとして追加されますが、蜂蜜もどのポケモンでも消すことができますので、得意ギミックとしてわざわざ入れなくても大丈夫だと思います。なのでこの編成のままいきましょうか。並盛りと同じ編成です。目標スコアは300万。はい、まずは角砂糖ですね。 EV で右側の3つ消して、で左側1個消して、で次がマシュマロですね。とりあえず消せる分は消してあげて、で消せないときはスキルはもうどんどん発動しちゃいましょう。スキルを発動することによって下のフィーバーゲージがどんどん溜まっていきますので、もうスキルができたら即発動で OK です。角砂糖を左上
中心を消していきます。でスキルは即発動。あとは角砂糖右下と上ですね。ここまで73万。さてかぼちゃが登場しました。とりあえず角砂糖を消せる分は消していきましょうか。消して、でスキルは発動で、かぼちゃを割ってあげて、かぼちゃ割ってあげて、で EV で角砂糖を消すと、今100万ですね。はい、蜂蜜は増殖しますので消せるんだったら先に消しておきたいですね。こんな感じで、でスキルチャッチャと発動、あ間違えました、スキルチャッチャと発動して、でピクルスを消してあげて、さあ次スキル発動すればおそらくフィーバーに移れます。はい、じゃあスキル発動します。まだでしたね。これでフィーバーかな。よし、これでフィーバーに入ったらもうどんどんできるだけ早く消していきたいところですね。ただ雑にやっても消せないこともありますので、最初は丁寧にゆっくりでいいと思います。蜂蜜が増殖するのが厄介ですので、蜂蜜を先に消してあげて、で上のピクルスも消してあげて、でかぼちゃ割れる分は割ってあげて、でピクルス消して、あ350万いきましたね。これでクリアです。結構ゆっくりめにやりました。はい、大森も無事クリアすることができました。はい、今回も経験値は全員120ずつもらえます。そして初回報酬として金のどんぐり200ですね。そしてもらえるポイントは45です。はい、スタミナ5個ゲット、3個でした。さらにサンクスクッキーを100枚ゲット。最後に特盛りいきます。特盛りは大盛りに加えて練乳が新たに追加されている点は注意です。ですが元々の編成でマイナンがレベル15であれば得意ギミック練乳をカバーできますので、今回はこの編成でいきたいと思います。もしマイナンがレベル15でない場合は練乳が使えませんので、その場合はポケモン絞り込み画面で得意ギミック選択をして練乳だけを選択して絞り込むと、こんな感じで練乳が使えるポケモンが絞られます。カイリューもレベル15であれば練乳使えますね。エルフーンであれば第二得意ギミックですので、レベルが5であっても練乳使えます。この辺は好みで OK です。今回は変更せずにこのままいきますね。はい、今回目標スコアが1000万と結構高めになってますので、並盛り大盛りに比べて少しスピードは上げていきたいと思います。では行きましょう。スキルはできたらどんどん発動していきます。はい、まずは蜂蜜ですね。蜂蜜をまず消せる分消してで次はピクルスですね。マイナンで閉じてるピクルスも消せますが、いっぺんにいけるかな。いけました。先に増殖する蜂蜜を消しましょうか。左上でマシュマロは開いてる分は消してあげて、で開いてる分消してあげて、あスキル発動しても OK ですよ。っていうかどんどん発動していきましょう。ピクルスを先に消せる分消してあげて、でスキルもうちゃちゃ発動をでマシュマロ消す。そうですね、先にスキル発動してで右上の蜂蜜をなるべくいっぺんに消してあげて、ピクルス得意ギミックで消して、マシュマロ開いてる時に消してあげる。140万。そうですね、スキル合体から先に消してあげて、ピクルスと蜂蜜なるべく消せる分消してあげて、蜂蜜消してあげて、次スキル発動したらフィーバーいけそうですね。スキルは上に隠れちゃってるかな。一旦ちょっと蜂蜜消せる分消しちゃいますね。でスキル落ちてきた。スキル発動しちゃいます。さあフィーバーチョはなるべくテキパキいきたいですね。かぼちゃは2回隣接が必要ですので注意です。でかぼちゃを消して、
アフィーバー中はスキル発動しないでくださいね。アフィーバーゲージを貯めることが目的になりますので、フィーバー中にスキル発動してもフィーバーゲージは溜まりません。なのでフィーバー中はスキルは放置です。さてギミックもだいぶ増えてきましたが、まずは角砂糖を消してあげて、でピクルス得意ギミックで消してあげて、でカボチャ割れる分割ってあげて、で角砂糖、こんな感じでしょうかね。はい、ここまで約400万です。さて練乳登場しましたね。練乳は増殖すると非常に厄介ですので、優先的に消したいところ、こんな感じ で蜂蜜も上の方消してあげて、でスキル発動しちゃいます。でかぼちゃ右下割って割って、左下も割って、で上のピクルス消して484万、スキル発動して、で消せる分もうどんどん消していきますね。スキルでかぼちゃ割りましょうか。でフィーは2回目です。かぼちゃかぼちゃ、左上のマシュマロ開いてる時に消す。練乳があって厄介ですけども、マイナンがあんまりいないのも厄介ですね。まあ、こういう時は一旦別ポケモンで消せるものを消しちゃってもいいかもしれません。さて練乳が増殖しちゃってるんで、練乳消せる分消して、練乳消して、でかぼちゃ割る割る割る、はい、ここまでですね。でスキル発動して今800万超えてます。でスキルまた発動してあげて、でまたスキル発動してあげて、フィーバーゲージを貯めていきます。でかぼちゃを割ってあげて、これも練乳が多いですね。練乳消せる分は消してあげて、あーあんまり消せてないな、消してあげて、厄介やったらもうメガホンで消してもいいですね。こんな感じで、で角砂糖を消してあげて、でスキル発動してあげて、かぼちゃ割ってあげて、かぼちゃ割ってあげて、ああギリギリ1000万いきましたね。はい、まあこんな感じで、ちょっと今回はギリギリではありましたけれども、もしもっとレベルの高いポケモンや得意ギミックをもっとカバーできているポケモンがいれば、もっと時間は十分余らせてクリアはできると思います。まあ、ただやっぱり特盛1000万っていうハードルが高いっていうケースもあると思いますので、無理はせずに、どうしても厳しければ並盛や大盛でも全然いいと思います。はい、初回報酬はどんぐり300、そしてポイントは90ですね。結構多めにもらえます。金のどんぐり100ゲットで、さらにタルトですね。不思議なタルトは料理カテゴリー関係なくどのポケモンにも使えるタルトです。タルト M10 個、はい、というわけで今回は育成が不十分のサブ機の方を使って検証してみました。最初に申し上げたように、経験値が大量にもらえますので、まだレベル上げが済んでいない方、育成これから頑張っていきたい方は、ぜひこのイベントを活用していきましょう。ではここまでご覧いただきましてありがとうございました。